こんにちは、直樹です。今日はね、ゴルフの打ちっぱなしに来ました。で、ここのゴルフ場どこにあるかっていうと、あのフォックスだね。あの先日あのディズニーに買収されたあのフォックスが近くにあって、あとマキタ、これこっちがマキタなんだけども、北がね、あの2キロ圏内でビバリーヒルズのロデオドライブ、観光地である、北に2キロ以内でロデオドライブがあるっていう場所だから、本当に観光地とかね、あの高級住宅地のど真ん中にある、ゴルフ場です。で、昔ねから私の動画を見ていただいている方は何度かここの動画を撮ってるんだけども、その際はあのミラクルマイルっていうところに私は住んでたんで、ここら辺の近くに住んでたんで、で今日は何で来ているかっていうとね、なんか腰痛いなと思ったんだけどさ、そのジョギングっていうか、まあほぼウォーキングしてるのになんで腰痛いんだろうなと思ったら、思ってみればさ、あの腰をなんて言うんだろう、ねじる体操ってしてなかったなと思って、それで一番野球かねゴルフがいいんだろうなと思いながらも、ああそうだ、そういえばトークン大量に買ったまま消費してねえなーっていうことで、またゴルフ場に来たわけです。で、ここのゴルフ場ねすごい安くて、東京の区内だとだいたい50球で3000くらいだと思うんだけども、ここはね買いだめしとくとね100球ね8ドルくらいだからね、ちょっと使おうと思って来てました。上の子空いてないんだけどな、あの子たちは多分こっから見てなかったのかな、多分下から来たから多分空いてないんだよね、多分友達かどっか いれば入れてもらえるんだろうけど、飲み水持ってくの忘れちゃったね、ちょっと買ってこよう、レモネードをね買ってきましたと思ったらね、結構空き始めたね、やっぱりね、あそこら辺か1箇所空いたかな、まだ誰も使ってない、あそこ使おうか。そしたらね100球なんでね、あのこの大きい方だね、ちっちゃい方じゃなくて入らないんだよね100球ってね、だからこれをこう置いて、あ置いてじゃねえや、違う、まあここに置いてもいいんだけどさ、まあこうやっとこうか。でラージっていうのがあるので、ラージっていうのがあるんで、ここにポチってね押して、出てきた出てきた、はい、100球なんて誰やるんだよって話なんだけどね、カゴ忘れちゃったみたいだね。そういえばさ、前にさ、これ違うなんかの動画で話したと思うんだけども、8年とかまあ10年くらい前にさ、あの日経のさ、まあ今はないんだけど、そういうようなこと書いてないんだけども、あの日経の雑誌でさ、金持ちをなんかゲットする方法みたいな感じでさ、で値段が高くてもなんか高級住宅地にわざと住んで、でなんかゴルフ場にあの足を運びましょうみたいなことを書いててさ、それで声をかけてなんかねゲットしましょうみたいなことを書いたんだけどさ、現地の人とかさ、それ見た時すっごいやらしいなと思ったよね、気持ち悪いなと思ったよね。お金持ちの人たちってそういう風な人たちと相当合ってるから、そんなのすぐバレるって。これ見て、アテンションって書いてるじゃん、チュードレンアンダーザエイジオブザジュニアなんだかリストリクトウィズアウトなんだかじゃなくてリストリクトって書いてるんだけども、スーパービジョンオブパーレンツアンドオアアダルトって書いてるんだけど、これ基本的にね車の自動車の免許でもの試験でも出てくるんだけども、でこれはね、要するに成人の人と一緒に、一緒にいないといけないよっていう12歳以下の子はっていうことだよね。さすがにね100球ともなるとね、時間も打つのに時間かかって、ほら時計見えるかな、もう今6時半なんだよね、さすがにね人もいなくなるよね。でこのねカゴもね、あそこに返してこないといけないね、ちゃんと。じゃあね、元の場所にね、あのこの大きいカゴ返そうね、1つしかなかったね、みんな100球でやってんだね。はい、じゃあ帰ろうね。なんかすげえ車がいっぱい止まってますけども、やっぱりね下手は下手、あこっちから帰ろう、下手は下手でもね、いいやっぱりゴルフはね、あの腰回転運動になりますよ。
だから走っててもね、やっぱり腰の回転はそんなさほどしないんだろうから、ゴルフはいいですね。だから野球とかもきっといいんだろうね、腰回転運動には。パターゴルフやってんね。パターやり放題だよ、もう。ここら辺もね、超安全なところだからね、開けててもね、ここら辺盗む人いねえのよ。だから超安心みたいな。ね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさーい。